この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイちゃんペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人成瀬心美エンドガチスポで勝ち抜き、記念すべき100回目の助っ人の座を勝ち取ったやべ。前回から月スポ100回メモリアルとしてなんと3週にわたってスペシャル企画満載でお届け。今だからこそ言える月スポの歴史や通算戦績、全員のレア子役体験発表などなど、メモリアルにふさわしい超豪華なネタをちょいちょい挟んでいきますぞ。まずは100回のメモリアルムフフさん、永瀬まみちゃんと共に月スポ100回の歴史を紐解いていきましょう。こちら、はい、2014年8月特番放送。2014年の8月、まだ生まれてないね、じゃあね。生まれてます、生まれてます。なんだろう妖精妖精生まれてない可能性ある、ね。来年いないから。来年死んじゃってるから、もう羽をパタってやる。ね、今のうちに、今のうちに脱がさないと。そうだよ。で、9月、はい、レギュラー放送開始しました。そうか、初めは特番だったのが一発目は。そうですね。で、レギュラーがすぐ始まりました。初代の助っ人朝日奈由紀ちゃん、はい、いましたね、はい、そんなやつで、パンティーレバーオン事件知ってる？知らないでしょ。パンティーでレバーオンしてたの。いや、あ、見た、それ映像で。あ、そうか、見ちゃった。え、まさかお母さんと見たんですか？え、それ一人で見ます、大丈夫、一人で見て大丈夫。ちょっと AV みたいな言い方しないでくださいそして魚肉ソーセージ事件、これ知らない？え、これも見た、一人で見た。本当に私なんかいけないものを見てるみたいな朝日奈にここに魚肉ソーセージを魚拓さんがやって散々断ったのにマジな顔でお前先輩のが食えるのかっつってちょっと泣きそうな顔で食べてる絵を私は後ろでもうなんかなんかもうレイプの AV 見てるようななんか切ない感じで見てたんです。セクハラの極みっすよね本当に。もう初代はぐっちゃぐちゃでしたからね、はい、でこの辺で2代目助っ人矢部明乃が、はい、なんでこれ2代目あなたが出てきたんですか。いや、わかんないです、なんでですか。この間に一回川原ちゃんが入ってる、ね、川原ちゃんが出ましたね。でも一回しか 出てなくて、そうですね、あの成瀬がちょっといい違う違う、私は確かに意見はしましたけど、ちょっと可愛すぎておっぱいでかいからムフフさん食っちゃうんじゃねえか。そっちだ、成瀬、そう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 、みんな目線がムフフさんじゃなくて、そうそう、こっちに行っちゃうからっていうことですよね、っていう話をして、いや負けてないよ、全然違うよ、今日は違うよ、そういう今日は違う、今日は違う、今日は違う、怖いです、怖い、やめてください。何で、1月ごぼう謹慎事件ありましたね、ありましたね、里に帰っちゃいましたね。もうこの謹慎してる間に朝日奈の写真もらったんですよ。あれツイッターに俺載せてたら、あの多分もっとの伸びてましたね、謹慎が謹慎中にやってたカラコン入れてね、そうそうそう、カラコン入れてものすごいチャラい感じでやってたのがね、うん、ありましたけど。でパチンコの助っ人にお姉ちゃんの矢部彩ちゃんが来ました、はい、で9月吉宗事件、吉宗事件って何でしたっけ。自分で説明しな。いや、助っ人なのに何も知らないっていう事件ですね。違いますよ、詳しくを言うと魚拓さんに質問されても何も答えられず携帯で調べ始めて怒られたあの時たまたま答えたんですよね。あれ伏線があるんですかね。俺もその前にお前大丈夫か大丈夫かって何度も確認したんです。じゃあ大丈夫です、はい、大丈夫です大丈夫ですって言われてるのあれなんでカチンっていう。そうですね、私はもうその後に普通にプラの説明書を読みながらおりゃいかんと思って、はい、はいはい、そんな感じで11月初のトークイベントやりましたね、新宿で。ああ、やりましたね、はい、ギタクタナルセのツケスポナイト新宿ドクトプラスワンやりましたね、はい、デスノートというコーナーができた日です。デスノートって何でしょう。さんが二度と行きたくない店を語るという、なんすかあったじゃないですか。あのパチンコ屋さんですね、そうですお店って。あ、風俗店じゃなくてそれは知らないわデスノート、そうですね、そうイベント限定の。そして12月年末2時間特番月とジーとすっぽんぽんという特番やりましたね。木村大拓さんと、そうだそうだそうだ、その時にクリさんとか、そう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 、みんな来てね、中田家さんとか、そこに出たメンバーが、まあ、ある意味ガチスポにも派生していくみたいな感じがあるじゃないですか。そうですね、うん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 、ありましたありました。
で2016年、まあ、今年なんでね、三代目助っ人東條里美が来ました。東條はね、勉強熱心で、勉強熱心でナルセを引き立てるし、本当記事をメモって持って、記事をそのまま持ってったり携帯で調べたりしないんですよ。メモって持っていくノートで。私のサンバあるんですよ、横が。これは何とも言えない、うん、横幅が 2.5 くらいじゃないですか。すごいんですよ、こうやってくるの。塩まいちゃう。もうもういい思考踏みますよ、もう本当に。でトークイベント4月ね、目指したナルセのつけスポナイト、大阪ですね、大阪でやりましてね、はい、で5月特番旅スポ放送、そしてガチスポのレギュラーが放送開始ということで、すごいですね、この月スポをきっかけとして、はい、ふわーっといろんな方向に伸びていってんですね。まだ2年くらいしか経ってないんですけど、そうですよ、まあここがある意味軸足じゃないですか。そうですね、どう変わっていっても、まあ、月スポは10年後も続いていますようにと。やれたらいいですね、破産しますよ月スポ10年も続いて。そうですね、うん、俺もそっからもう5スロとかっすよ。1パチ5スロっすね。どうせサマイスだからいいじゃんっつって、すんげえただこんでます。皆さんで言うよ、コンクリームなもう一度やってるもう手向きでもいいんじゃないかっていうね。まあ、そんな感じ、まあ、そんな感じでね、はい、ナンさんはなんかないですか。何がですか。10年後こうなってたらいいなとか。もう助っ人いらないんじゃないですかね。ああ、もう一人で助っ人いらずで打てるような、バチバチバチッとか。矢部さん10年後何してるんですかね。10年後いくつ。38ですね。スナックとかで働いて、ね、喉潰して、酒で潰してね。そう、多分スナックとかで働いてそうですね、10年後。ああ、助っ人ええわよ。すごい声、すごい声。いや、そう。何やってんすかね。10年後ですか。何やってますかね。うちの実家にいるかもしれない、ね、実家に。嫌な時は目で訴えて。まあとりあえず今日100回というわけで。何かあります、今までの一番の思い出。思いですか。月スポでの思い出。でも一番最初ですよね、やっぱり。ああ、一番最初特番、うんうん、特番というか、まあ、あなたと一番最初にやるっていうのは大丈夫かなって思ってましたよ。意外と大丈夫だったでしょ。そうですね、いやでも本当に半信半疑でした、こんな続くとね、本当ですね。うわー、走り出しちゃったけどこれ大丈夫かなっていうあれです。もう2年いってんの大丈夫ですですね。いやいや、本当にこんなになるとはまさか思ってなかったんで、それはもう皆さんの本当おかげですね、ありがとうございます。そうですね、私のおかげでもあるんだぜ。本当にありがとうね。近いね。受け取っちゃったフレームアウトしてここをやってます。